何こいちゃん。将軍さん、ヤッー、いつもきれいなじやさ将軍さん、こんばんざい。さ <laughs> ヒさん、こんばんは。一日お疲れ様でした。ありがとう。眠いんでごんす。私は。今日も眠たいです。ひだまめ、こんばんざい。私はもう。 眠い読みちぎろあ、可愛いい子だ <laughs> やほちぎろ衛生とトークポットお疲れ様でしたありがとうたださん、んこんばんざいなんて美しい人なんだお読み 昨日二部の部分で痛み止め切れて痛がっつの覚えてるよ。リオのピーさん、あ、どうも。<laughs> こんばんさーい。ありがとう。授業なんで怒るの。ぷんぷん。<laughs> プンプン怒ってない。寂しがってる。ぷんぷん。楽しい。こんばんは。ね。すごいんだけど。 ナイス27歳さすがに笑っちゃったよ踊ってよみんな来てくれてありがとう明日都内天…てかね台風もあるし困った困った困った,困った大変だよ 無事,さん無事についてよかった改めて仙台来てくれてありがとうね楽しかったち年あえてよかったまた引退をしないようにね <laughs> 食い止め食い止めをするから千紘君明日も天井よじゃあ私会えないんだな <laughs> スシンこんばんはこんばんはあのそねマジで3秒で解けたびっくりしたさすがにさすがに早いで天竹さんこんばんは勝手1分くらいでねほんと世界一早い帰宅途中で痛みがあ本ほんとよかったよかった M どうも M パンちゃんゅ <laughs> 自分でいたじゃん M パンちゃん く,んかくん今日ねきっとおとといおとといが山梨県にいて山梨での一日展示をして昨日は仙台で今日も仙台から東京に帰ってきて明日は名古屋に行きます。くんた 久しぶりじゃん。徳井イヤホン今日のトップポー,ーありがとう。こちらこそありがとう。<laughs> 認めてくれないんだから <laughs> 今度会いに行っ待ってるよ。でもね心残りなのがね仙台のねずんだんスターバー飲めなかったの。今日はゆっくりだった。スすんって顔して。本当はサングラスして撮ろうと思ったんだけどそれは溶けるのが早くてね。 連日衛ェお疲れ様だよいやだっか前本当にねあれバグかなって思うぐらいのねあの永遠に車に乗ってるよあの何だみんなに悲しいお知らせ私のお尻はもう四角になりました朝日ポップが噛きんじゃっただけ痛みの原因脇腹のタンク部が。 小さくなったのはいいこと。ふにてふにゃやほー。次郎くん、牛タン食べて幸せそうな顔見えたので、永ビできそうです。うん。おい、美味しかった。多分ステーキより美味しかった。美 <laughs> 味しかった。めっちゃめちゃ美味しくて、なんかね、なんじゃ、レギしじゃん。多分普段食べるのって。 ネギしもさすごくおいしいけれど違ったねおいしくてびっくりしたなんかでもお店じゃなくてサービスエリアで食べたんですよ牛タンをお店に売れなくていやーうまーうまーうまーっていう感じバグすぎるが <laughs> 寝れる時でも寝てはいるからね車で寝てる ケツのね、肉が取れる。誰ちゃん仙台行くとき7時間でしょえ、お尻、まるで、じゃないでしょみんな牛タン食べてる中、ラーメン食べてる。<laughs> そう。ラーメン食べてるのがね、みおリマかな痛みもだいぶ消えたのであ、よかったよかった。安心。千代君。あ、満足そう。 キュータータマウント暗い明日したひつまぶし多分それはダメ私も食べたい私まだ名古屋行ってひつまぶしを食べたこと一回もない本当に一回もない食べたいマネージャパン効果たねありがとうよかったおこいちゃん大ん三角になったそりゃパンツが破けちゃううん たぶん、じいちゃんは、え、私さ、すもも食べてないんだよ。私のところにはすももがない。黄色の桃とと、愛梨ちゃんの桃はいただいた。ピスパン、こんばんは、こんばんは。お尻割りそう。ここだけの話なんだけど、お尻も割りそう、私。四角だし。うん。牛タ写真撮ってツイートしたのに、いいな <laughs> え、嘘 <laughs> 見てないな <laughs>。 アイスだったアイスチキもいっぱいありがとうこちらこそよかったよこいつ会えて祝福になったギガさんのお尻も素敵ですまだ見てないじゃん <laughs> お姉ちゃん合ちゃんお姉ちゃん花柄今日も花柄です今日は黒の私服じゃないんですよあいた私は珍しくゆうちゃんおはようジェイトンこんばんはいつもに買い始めて今今 なお。浩平 <Now. S 2> こん,ばん、ごめんなさい。浩平くん。あ、高木君、金メダルありがとう。オリンピックだから金。えアッコ先生、ジェアちゃん、<laughs> やん。ヤッホー。元気かい千尋、ひつまぶし、口の横につける。<laughs> そりゃもう赤ちゃん。<laughs> ベイビーワンコちゃんじゃん。 私が取ってあげよう。食べてほしいか。え、そう、なんかね、聞いてよ、トムが言ってたみたいな。トムが、なんか、育てたじゃないけど、なんか、聞いた。あ楽しみ、祭りありがとう。てやね。ててててやね。今度見せてください。ええ、じゃあ、さよなら。もっとさよならだ。遊びに来てありがとう。なんだかんだじゃない金メダルです。なんだかんだ金メダルありがとうございました。 日曜日あとでとりでイカップえ売り切れさのはあまだ実は本当に山梨のスタバも飲めてないし仙台のずんだも飲めてないしもう飲めないじゃんあれ名古屋のスタバなんだっけ小豆拓郎さんこんばん隊員後編定時17時ある どうしたらね逆にどうしたらいいおなか痛がってみるねえこのへいアーク先生と柳さんがツイートしたかわいいジュラちゃん写真しおんさんがいいねしますえ私もねあしおんさんがいいねしてくれてると思って見ちゃった <laughs> てれてれちっちゃんのために優しいわーああ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 あ とかって話を聞いたけどね私食べれてないよ大将祭りだありがとうわっしょい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 じゃーレシャーレシれーレシャーお祭りだやめて待って <laughs> 残念でしたもう撤回できないからさよならとか冷たいねみんないつまでギュリギュを吸引きずってるの私冷たいから基本 私基本冷たいからね明日飲んでもね飲みたいんだよね飲んでみたい飲んだ美味しかった全然飲めてないスタバもう終わりじゃん8月で切れそうプチンとか稲川みちゃきあよかったいいねその言葉お塩やく祭りめっちゃやろなんで北島三郎さん 前も47都道府県のスタは全く飲んでないがお揃いだよこんなはずじゃなかったのにめっちゃいいせいけてた山梨の飲んでみたかったんだよねぶどうバニラみたいなあたこ焼きありがとう風船抜け殻抜け殻みたいな風船ありがとう千尋冷たいのかさよならさよならすんのうんー うーんへえ大将祭りありめっちゃあるじゃん祭り夏だから祭り勝手にご中間ってありがとう田村誠一さんわいはフラペチーノよりもゴディバねなんだっけアック先生が飲んでたゴディバのさミルクティーのやつ私も飲みたいゴディバなんてなくないなんかアウトレットとかにあるイメージ 山梨のね、美味しそうだったよね。キャップの出来上あ、出、ね、そうじゃんうん楽しみ。岸さん、こんばんは。なんか <laughs>、抜け殻みたいじゃないあの風船の。なんか、膨らんでる状態じゃないじゃないあく先生、静岡のみかんのフラペテね、それはしそう。本当とに。私、とうとう、ありがとう。とうあたい。チキロ、はき <laughs> 今日1回目昨日なかったよよし一緒に食べて幸せしてから実質飲んでるえ私味わってないな全然決まらんの私味わってないえん、ー。トムさよならしちゃうの、うん、寂しいでかわいい子お願いします絶対しません <laughs> 私はしません 千葉のみたら,らししか私飲んでない実際あれロイヤルミネクッチーの植物喫茶はしょよげててあ終わってるの悲しいまだ静岡しかの逆になんか東京みんな飲まないもんなんだね東京にいたりしてもコーヒーでしょコーヒーは苦いから私は飲めません 前回みたいに迷惑かけない。<laughs> いいんだよ。でも、気をつけてね。お話し会でマンです。え、すごかったよね。ほんとに。ほんとすごかった。ちょっとあれじゃない維新に前進。あく先生、今の目でルイボスティーの食事さえ、ルイボスティーってさ、 シップみたいな味のやつだよね <laughs> 私、UFC 嫌だ。湿布の味がする。僕もぐ、アセヒ、オハラ、みたらしおいしそう。でもね、本当にね、あの、大きな声では言えないけど、あの、もうちょっと小さいやつがいい。千葉のみたらしは。<laughs> ちょっとね、くどかった。ちひど昨日僕、真面目に仕事して 指ハートとか <laughs> 公式でしょああと思ったら空気はでしょまだ動画届いてないよね絶対そうしかも昨日さ個人ルームいなかったじゃんこれっぽうでしょあっアビコ焼きから揚げそば大反響でしたいややばいでしょ本当にやばいよねあれは なおありがとう。もうやばいじゃん。明日の準備もしなきゃいけないの、名古屋の。アクセン湿布。あの、アビコさんが好きそう。本当にいつも塗ってるけど。あれ多分、うん、お茶にこう、湿布を入れたら、ルイボースティーになると思う。やってみて、誰か。みたらしャそう、9来るんだタンタンティ、ショートのじいちゃん、こんばんさい。やッホ、タンタンティー。タンタンティー、かわいいハート、ありがとう。かわいい。ハート。 ありがとう、たんたん T。一食分ぐらいのカロー。え、でも一回本当にみんな飲んでみてほしいんだよ。アーク先生、私も普通のレイボスってあんまり飲まいけど、食力士ね。食力サさがなんかもうなんか、力士みたい。次のポンプポ,ポコピークーマラト、ま、とねちょっと待ってね。多分ね、提出はしてあるんだよ、ちゃんと。 ただ遅いというのがね、問題点。<laughs> 運営さんがね、頑張ってるから待ってて。早く見てほしい私も。22、あ、225だったの。え、え、私見てない。<laughs> ありがとう。225め、ありがとう。みんな。あ、おやら、祭りありがとう。てやんでい、てやんでい、てててててやんでい。ちぎろぽそう。ぽかわいいとこあるからね。 てて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 てやんでいて、明日楽しみすぎる。それなほんまに。お話ししようとしたらえ、ジャンボ、てか、ライブ来るんでしょマリアと待ってるよ。コーティバンのショコ力士め、そう、力士じゃん。ショコ力士さーはもう力士なんよ。225ってことは夫婦5ってことだね。そう。 225って22ってことは300日も嘘そ200ん ?230 日まであと5日ってことだね久々の桃鉄真央にお金吸われて辞令あ負けたのバイバイやり直してきて <laughs> 225目ありがとう毎日配信 ごやばい眠いよ明日は名古屋に飛び立つもうお前はああッく先生仙台はオタク声全然出てなかったんいや出てたよみんな楽しそうだった 千代姉ちゃん、一お疲れ様なんだ、ね。ありがとう、千代姉ちゃん。会えたね。神奈川、サマーブルーク、あ、そうです。神奈川のその名前、いつも萌えられない、サマーブルークリーム。あれね、3秒、神奈川のスタバ入った時に3秒だけ飲もうか悩んだの。抹茶飲んだよね。自由早く切ってよもうならね。<laughs> もういいの アンコ濡れちゃうよ風邪ひくよ買ってきますうん買ってきてから来てもらっていいですかねちょっとやり直しやり直ししてもらっていいアンコ先生もっと声出せってジェちゃんにあおらあはあおったあおったそれはあおったお前らもっと声出せって言ったな言ったねなんかなんで言ったんだろうね <laughs> なんか ちちっちゃっっゃて思ったのあ違うなんかでもみんなが思っ無理やみんながさいつもさ声出ししたいしたい言うてる割にはみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> ちくしょお前らもっとでかい声出ないのかそうなんかそんなあおりしたね。すごい口悪いじゃん私。なんかすごいライブの時のあおりさ。 なんか直前で考えてる時は考えてるけど考えてない時考えてないからさ口悪くね <laughs> 私煽りの口悪くない声出せちょうど動画回してたマジ <laughs> 抹茶とかご当地飲む気ないんじゃんいやでも暑くてその時がででも神奈川来たし飲もうって思ったけど 抹茶飲んじゃった仙台行ったおたクたちあおられてるけどあ、ね、おっちゃったカメラエリアからなのでさらに声量が足りませんねじゃあ出直してください千代姉ち、ね、ゃんあ,あの時じあちゃんがあおっただっただいぶあおったねお前らできんのかあおっちゃいましたおいさまありがとう s t n の現場で声出しできなくなったからほぼ忘れかけてみんな思い出してライブだとオラオラになるズリー <laughs> やばいじゃんマサオくんじゃん先代リベンジさせてくださいうーんいいですよ頑張れきた田し頑張れオリンピックじゃんなんか私ここだけ髪色違くない そんなことないあ、同時かったねえ。もう3人で家でねリビングで見てたの可愛かったなんかもうなんかもう私ほんとんか産んだかなって私の赤ちゃんかなって思うぐらいに2人が可愛かった出直します3日リベンジください感 <laughs> ね。とうありがとう。 たまめ仙台主催様ツイッキャスであーカイブで <laughs> やばいじゃんちひろみんなねえみたいだよねなんかここだけ明るいよね <coughs> そう見えるだけなんか髪色もだんだんと落ちてきました色が明るくなってきたよね 赤ちゃん仙台まだライブハウス声出し、OK、であそうなんだやっぱ場所によって違うね髪色薄くなったよね時明るい色入れてるみたいそうなんか光の加減でも私なんか仙台で金髪のボブって言われたんだよえどこがと思っちゃった先々週ぐらいの川崎ちった芦尾さんが「 羨ましがって。あはは。見た見たツイート。おはら、よしよししたそう。よしよししてあげる。もちまると、あおちゃんをハグしてあげたい。違う。やったね。やったね。解禁の種。みにょ。一週間頑張ったので、パフェアイス、明日摂取します。えー、いいな。私もパフェ食べたい。しかし、ボブとその髪色似合ってる。なんだっけボブザイヤー。でしょ 首が曲げるくらいよしよししてあげて。私もされてえな。うん。青くて綺麗だから尊いが好き。あ、スタンプ確かに。神みたいな。かわちいかになん <laughs> てか、そうじゃん。M が割と私にパンちゃんを言わせようとしてくるんだ、これは。 あく先生仙台でその明るさでもう金髪なのか汗汗おじさんじゃんいやなんかね私でも私もあら私金髪かなと思ってでも野外だから明るく見えたのかな <laughs> あとうとうありがとういっぱい尊い尊いありがとうさとしんうくん 今、柿の種とお酒ってなんでこの…ねえ思ったの私、お酒飲んでるじゃん。な <laughs> んでお酒飲んでるじゃん。素直になろうに変えなよ。お酒飲んでるから素直になろうに変えて。<coughs> ジュリアになろうにして。<laughs> 柿の種ってく聞いて冷蔵庫に。 柿の種チョコしまってたの思い出、お,お食べるしかないじゃん。野外でも金ね。そうなんだよ。アクセンチ、フミちゃん、あ、なんか、フミは背の小さい金髪ボブ。なんか背のでかい金髪ボブって言われた。<laughs> だから、あ、背の高い。私って、な、なんかさ、でかくはない、でかいのかな、身長。大きい方なのか。 普通よりちょっと大きいぐらいなのかなうん。授業ゼラになったらポンポコピーになっちゃう。うん。そうだよ。やだ。<laughs> <laughs> 二人ポンポコピーはさすがにやばいか。うちがまともじゃないと <laughs>。朝起きたらリアだったらたまらん。朝起きたら私だったら寝相が悪ってなる。ただし、でかいやっぱでかいか。 アクセスでかいよ。なんか、でかいけどさあ、まあでかいのか。<laughs> なんか大きいけど、そんなに大きくないのか。割と大きいのか。とりあえず、パンちゃんジ Jr. の話、やばいじゃん。それ、次の日、生きてる <coughs> アクセンセ、女子の平均身長でて、158前後、まあ確か1 5十。 8かな ?678 あたりじゃない平均、うん。そっか、そう考えると、私、でかいか。あ、ちお姉ちゃん、じじちゃんの髪は金髪じゃないよ。千んなるの髪、かなやっぱそうかなち、うん、僕がまともです。年下だけど。ごめんね、年上で。根持つから。 私が年上ちょうどええ、寝顔待機してるんですが舞香ちゃんついたあ私絶対寝顔取られてないよ今回今回は寝顔取られてません平均より7センチくらいまあそうそうそう確かにそう考えるとねでかいかもしれないでかいかペッパーさん9単9単9単単おいしかったよ 何だって今回は撮られてないよ本当とに何でかっていうと私がマイカちゃんより遅く寝て私がマイカちゃんより早く起きてるから2日間とも初日もマイカちゃんが先に寝て私がその後に寝て私が佐々木に起きてマイカちゃんが起きてるから守った。 ちぎろ。年上だけど、年下だから。よし <laughs> 年上だけど、年上だよ。<laughs> もう、<laughs> 私、高校生じゃないから。わいがバイトしてた町屋いった仙台行こう帰って。え、町屋なんてあった見てないな。セブンイレブン見た。仙台のアイドルで高身長なんかあんまりないから目立つのかも。 あ、そういうことて毎度あやアーパンチャ多分いけるあい <laughs> けないいけない子いるじゃん。あく先生。アンド、マイカさんよく寝るないやそう。いっぱい寝るなって思った私も。<laughs> 意外と。しかも目覚まし止めるスピードめっちゃ速いの。私がピーって止めてもう一回寝る。意外と。でマイカちゃん情報。 マゆカちゃんは意外に目覚ましを止めるのが早いしそのまま寝る。<laughs> 高木配信前に寝ちゃったら何も言えねえです。私、でも今回は、でも割と遠征の中で、まあ、寝れた方。寝れた方。 まあ、全然寝、ほんとに寝れた方なんだよ。今回はね。割と。いつもよりは、寝れた方だから。グッと強く、JK 埋めで、会 <laughs> ったわけじゃないよ。私が、地埋だから。<laughs> ピエンピエン。ふみちゃんにアイスをおごってもらったさ、えっとね、栃木県の、栃木県のね、 どこだったったけねなんかねとちおとめとバニラとちおとめの味だけのとバニラの味だけのとミックスの味だけのがあったんだけどとちおとめバニラミックスを食べてでも多分栃木あれはなんてどこだったんだろう <laughs> たく高ぎ寝れたほうそう寝れたほうだよ 地下鉄から近くて助かって押つえでもなんかなんだろう会場でかき氷とかを食べられなかったのが心残りうんアック先生そういえば愛梨ちゃんが押しかぶり的証タコでしんどいんだけどどうにかしてあげて誰誰を押しかぶりしてんの愛梨ちゃん <laughs> たあっのか社のサービスエリア 産サービスエリアおそ <coughs> らくあの寺バンドジャパンス。あ <laughs> 怒られちゃうちゃん早時アイス。え、そう。マジで早時だった。けど、本当においしかった。アイスは。おいしい。てりんちゃん、こんばんは酔っ払いな。覚えてないでしょ。酔っ払ってるってこと覚えてないよ。このこときっと。 やったなかったね確かにかき氷で食べたかったなんかご飯が食べたいやほほうううん店長ヤッホテイトお眠けマックスまた明日ありがとうゆっくり寝て待ってる <laughs> 誰よりもしおんさんのこと好きになったのにもう話せないってなんかあシしおんさん推しなのあっく先生と愛理ちゃんがしおんさん推しかぶりってことお <laughs> しかぶりで記事してんのてりちゃんジアちゃんかわいいねあこれ酔っ払ってんじゃんもう <laughs> 100%酔っ払ってんじゃん私このコメントしたことは絶対覚えてないよ <laughs> しオりちゃんに怒られちゃうよ ち,ちゃが可愛いってことはちやちゃんがいってことだねチーズバーガーってことはハンバーガーにチーズが入ってるってことだね怒られるだけならマシなんだよああれちゃあ愛ちゃんの的なやつじゃん の姉ちゃん屋台はなかったんねそう敷地内にカフェそうそうなんかそこも食べたい友樹さんこんばんはんばんざいあく先生ふみさんが最初にしおんさんとツーショット撮った時の終わったと思ったらしい <laughs> ウケんだけど愛りちゃんってさそういうとこあるよねてりんちゃんちゅうやちゃん書いてくとだけどねえマジ100%やっぱらってんじゃん 今日のジレイちゃんたちのお美味しそうだった天丼食べ天丼じゃない <laughs> 牛タン食べたのハリーすいません今からマックド食べちゃいます許さない100%許さない私も食べたいみんなそうやってさもうご飯の話するからさ切れる 瓦そばってことは瓦の上にそばがあるってことだね。マジで瓦そば食べたい。塩読んじゃない。ば <laughs> れた。酔ってるってことはじゃ、ね。ねえ、客を酔ってんじゃん、本当に。お腹すいたんか。うん。すごく。俺ワンパン食べました。すいません。みんな食べてる。 ちゃんおごりのソフト村山、ま、今日暑かったっすね暑かったから美味しかった <laughs> 今からお昼に買ったサラダ食べますかトムがてかさ何さシーサーちぎろ早く会いたすぎて切れそうそれはそうマジブチ切れてる私今頭プッチンプリンした早く 言ってるけどジレちゃん好きってこと逆に酔ってるのにあの珍しく字を打ち間違えないのが偉いよ今日は風呂上がりに炭酸水飲んで満足したはえそれ本当にそれ本当とに偉いと思う私絶対無理なのあでも私もでも寝る前に本当にお腹空すきすぎた時は紅茶豆乳飲んでお腹満たすけどただし会いに行くともたいたくなるからよくないね 待ってます27歳ですさっきまで夏こたっことあ美味しかったねカレー飯はちゃんと食べたのトクトクおいさありがとう今からパンちゃん食べ <laughs> それはもうあれなのよパンちゃんハリーじいちゃんにしばらく会えないから悲しい本当に実際私なんてどうでもいいでしょうん ご飯食食べべなかったたの家食べました <laughs> 私のな体のサイクルで言うとご飯を食べますが30分後にはお腹がすくという燃費わルわルな体でできていますたくあげあまだ昼のそば1個食べてないえそれはすごいなんで お腹すかないのちゃんと期限前に。えカレー飯は大丈夫ペタマックさっき元気で。次ひ明日お昼かぷはーって始めて会いに行くね。ぷはーすんの朝日ね、ビール飲めないんだった。待たないで。待ちます。明日はもう名古屋だからね。名古屋かー名古屋ですから。 楽しみーあと明日のね名古屋ライブは静止画のみ撮影可能なのでこうパシャパシャパシャと撮ってください私がこういうこういう顔してたらね見なかったことにして変な時間に食べると腹減らね私でも本当に一日3食食べようが一日5食食べようがきっとお腹空すくうんだよアっこ先生ご飯食べながら次のご飯何食べようか考えてる さあちゃん少量やお腹持もつじゃん偉いじゃんでも私マジ燃費悪み燃費悪いからでも全然食べなくていい日もあるのこう見えてでも食べる日は本当に一日中口の中に何かを入れていたいみたいな感じストームさん30分早くなったって春なんか10分で10分だけ早くなりました 26歳なのになぜそう私は、実は26歳。熱い写真眺めます。ライブ中だからね。きっとこういう、こう、なってる写真があるか <coughs> 座席表楽しみ。そうだね。今回はどこに座るでしょうか。朝日のピヨピヨ顔変顔のやつ 治療 <laughs> ジュリアサヒ告白できるそうだよマジそこからだよジュリアサヒ死が飲まないでくれない常にガスケツかと思いきやそうじゃないのそうそうなんだよ別に今日そんな食べてないなっていう日もあるからラビタンシャランラランラランありがとう やばい本当に明日のさ支度しなきゃいけないんだけどお風呂も入らなきゃいけないし今日ライブ見たいグルーといっぱいだから行きたかったどっち新宿名古屋ピュアピュア <laughs> ピュアピュアなってんじゃんピュアピュアなってるじゃん <coughs> くやぎそういえば伝えられてなかったけど友達がバンバン一部楽しみあっホント愛さん千よやっぱレモンサワーちゃんのああそれバイバイだもうバイバイだよ服いいっすね服今日ワンピース花柄のね ワンピそうローグワンピースなの今日あ新宿そっかおもぐらしなんでしょトム高木帰ってきたと思ったらもう出発で大変だそうもう出発もうでも大変さうん取得しなきゃいけないし。 <laughs> ラビタン、てか、浅草橋ってマジっすか浅草橋って何何んかあるっけ千尋 <laughs> くん、レモンサワちゃんしか勝たんからな。あっ振られたわ、もう。そう、やっぱりそういうことだったんだね。あ <laughs> <laughs> なかなかいい。<laughs> フェチ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 ソムさんジネさん頑張って頑張る頑張って支度するおつぴよせいかさんが可愛くて何でもありますよし愛りんちゃんにいっとこう言っとこう言っとこうメンバーからライブ予定出ちゃうんでキけそっかえっ 待って私全然見れてないかもしれないえっ <laughs> マジ一応やるか。<laughs> やるか。そりゃマジかだな。マジか。もっと眠たくなってきて何かもう目が閉じてきた。 でもあくび出てないね。あくびはしないですよ、配信中に。はぁ、あ。まさ <laughs> か配信中にあくびなんかね。眠くなってきた。ちょっと本当私は誰かお風呂に入れて。<laughs> お風呂にも,もうジャボンして。なお、やばい、1時じゃん。やばい、やばい。え、 多分いやちっちゃが一番かわいいよなあじゃあ愛梨ちゃんに報告しておくね虫名なのに一番かわいいって言ってなかったよってひたまめやばいわあくびじいちゃんキス方は書いてないんですけどやるなら肩 <laughs> <laughs> やれもダメなのよ <laughs> あれもダサいからもう私センスないねよまさかねってあく先生 いいわアク先生ならねお風呂入れてくれそうしっかりめっちゃ気持ちいいシャンプーしてくれそうアク先生任せていい私もう身を委ねるねアク先生にお母さんうん千くんじゃあメイとお風呂こっち来ようとじゃあ言ってみようかなあこっち来いようおい <laughs> 来いよ来来よ <coughs> やばいリアルにちょっと気合を入れて配信終わったらお風呂に入りドライヤーをして名古屋の準備をして寝なきゃいけないお前か配信楽しかったおやすみなさいありがとう東ムさんお疲れ様でした新潟から お風呂 <laughs>、新潟からお風呂入んに行くのはもうね、ぬるくなっちゃう。時間遅くない。そうそれ本当にそれマジでそれそうなんだよね。それがあるとお風呂に入れる。もう。そうなんだよ。2時過ぎのお風呂がいっちゃ番怖いの。もう、本当に、あの、何 ?2 時過ぎのドライヤーじゃない、お風呂が。一番怖い。パパちゃん、こんばんはさい。 一番頑張ってください頑張ります頑張りますおはらファイトいつやったろうでい大使おもつありがとうちひろポニーテーっぽくなったからドキッてしたポーちゃんポ全然できないよ足りないからねうなカリンカリンカリンタリンタ ジュー知ってたらシャンプーしあじゃあクンセージュー,シュー教えるねえっ、ー、と <laughs> 髪短くなってよかったそれはそうおがりのアイスでしつでも今日アイス食べちゃったじゃんやっぱあと1時間配信したらもう3時になるじゃんお風呂入れない頑張れありがとう頑張れ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 てりんちゃんおつぜりまたね酔っ払いてりんちゃんまだねケイさん明日も最高のパフォーマンスでファイト たまるけいさん、ありがとう。チャレンジからもらえて。<laughs> 子供チャレンジ。今日も可愛いね。こ <laughs> の野郎。千尋夜怖いんだ。怖くない。怖くないってことにしとく。怖いけど。二時過ぎたら怖い。本当に怖い。いつかまた。会う日まで。じゃ、三日後。ラビタンおつ、私に二時になったら怖いよって言って。本当に。 て今1時でしょ今ならまだ怖くない。あく先生 OKDM、OK、待ってるのはもうあるけどシャープしておつき気をつけていってらっしゃい行ってきますということで明日ね朝には出発して名古屋行きます。バイバーイ。おやすみなさい今日もありがとうございました。多分動画楽しみにしてます果たしてミッション達成になったかね楽しみにしてて。 ュアさん、かありがとうストーマさんピスパン落つ明日ねん3日後は彼女候補の <laughs> マジかよ「ラビタッ頭洗って目開けたら <laughs> こう逆に怖いじゃん笑けるよでも本当にそういう話すると私もう目がんぺらきでお風呂入るからね怖い時さあのさこう洗顔するわけじゃんこうやってでさもう こうやって洗ってて洗目だけ開けたままこうやって洗ってで最後に目をふさってやってこうやってやる怖いともう意地でもここの目を開けたままとシャワーを流すときにあのこうやって流すと何あ何だっけこうやって流すと目におがか,かってきて目をつぶってしまうことがあるからもう。 手でこうやってこうやって,こうやってやってシャーって流すて絶対におでこにこうやってシャワーがかからないようにこうやって頑張ってこうやってやってここに目つむらないようにシャワー対策目痛いじゃあ一瞬だけこうこうやって,てもう目開けてこうやって洗う水泳後なんかそれはダサいじゃんそれは なんかキッズなんだよ私大人だからほら親密とほらそう2時になっちゃうから私はもう終わりにしますバイバイそうバイバイみんな <laughs> おやすみバイバイおやすみなさいまた明日ね